こりゃ始末書じゃすまんかな。コップビルがで事故が起こったらしいんです。侵入方位違います。別動隊です。発光信号確認。なんと監視カメラ射出。カプセルを敵が奪う気配を見せたらカプセルを撃破し、感じればいいんだ。
衛星信号の見落としは。やめよ、神谷君。戦いは終わったんだ。離せ、邪魔するな。待てよ、貴様。物資搬入は中止させろ。私はブルネイに乗り込む。大佐、今は危険です。まだ戦闘空域に入ったわけではない。最悪ブルネイと同調回避すればよい。了解。敵艦接近だ。遠征の砲撃をして敵の目をこっち向け。聞こえているか。撃てよ。バス大佐がブルネイにたどり着くまでは撃つな。大佐がブリッジにいらっしゃらなかったのは本当の幸いだった。損傷は僕指揮系統を第二ブリッジに移します。よし、各員順次移動。各コーナー個々に反撃させろ。敵と戦ってきた少年が、うん、それを聞いてきたのです。両親は心の志に高い人たち、私のやることを理解して許してくれると思います。いいですね、素敵だ。エマ中尉のように真実を親をやっていらっしゃる大人は親になる。でも神だってご両親は